以前当チャンネルで古代日本について記された古式古典についてご紹介しました。古式古典はアカデミズムでは後世に創作された記書であるとされていますが、一部では古事記と日本書紀の元になった書であると支持されています。そんな古式古典の中でも特に愛好家たちを引きつけている書があります。今回は古式古典の中の一つ発末大についてご紹介したいと思います。発末大の研究は1966年に古代史の研究者でもあった古松本義之助氏が東京神田の古書店で一部の写本を発見したことが始まりでした。発末大には複数の写本が現存しており、写本によって表記が異なります。発見された書は江戸期に製本されたものと考えられています。他の写本群の出現時期などから見積もっても江戸時代中期までしか遡れないのです。写本は丸や三角のような形で表した押して文字、発末文字で記され、隣には漢文の翻訳がついていました。古式古典を支持する人たちの中では、押して文字は漢字が伝わる以前の日本にあった紙代文字の一つであるとされています。松本氏は高島郡の何菓子から借りて写したとの記述を頼りに、滋賀県高島市の日吉神社の蔵から全書を発見しました。その分量は押して文字約11万字に及ぶものでした。発末大は紀元前2、300年頃の縄文時代に書かれたと見られています。渡来人による言葉や風紀の乱れを懸念した大和竹が父親の大和お城分けに相談し、発末大を残すことにしたのです。大和竹は大和竹の御子と、大和お城分けは慶光天皇のことです。発末大は40の綾からなっているのですが、前半は神武天皇の右大臣であった伏見刀の御子が、後半はその子孫である太田種子が書き、大和お城分けに捧げられました。発末大には膨大な量の五七調の和歌、長歌が収録されています。天地開闢から神代、そして初代神王の菅大和岩れ彦を経て、神王12代のお城分けの56年までが記されていますが、この流れは危機とほぼ同じですね。そういった歴史の他にも、和歌の成立、自然観、宇宙観、政治観、祭祀、言霊思想などが記されていることが研究によって分かってきました。発末大の冒頭では渦から始まる宇宙創生の物語が伝えられています。アメミオヤという創造神が大きな息を吐くことでビッグバン、アウアを起こした。それがぐるぐると回転して宇宙の大いなる壺ができた。やがて目と尾に分かれて宇宙が回り出し、尾は昇って天体となり、目は重く凝り固まって地球となった。アメミオヤから生命エネルギーが地球上に吹き込まれ、エネルギーの一部が初の人間として地上に顕現したのがミナカヌシ。ミナカヌシはトホカニエヒタメのヤモヤクダリの巫女を産み、八国を治めさせました。後に宇津穂、風、穂、水、葉にが生まれ、この五元素は押して文字の由来にもなっているといいます。なんだかとてもスケールの大きな話ですが、押して文字は表意文字と考えられています。中心のアメミオヤと他の48の神々とその配置を示したものがこの太間に図です。古代日本では神イコール言葉という思想がありました。押して文字で記された太間にという文書はアマテルが編纂して占いに用いたとも伝えられています。
現在でも太マニズを持っているだけでお守りの効果を発揮するなど、スピリチュアルの世界でも信じられているのだとか。そして渦や太マニズ、実はこの独特な概念が現代科学にも通ずる部分があると言われています。一体どういうことなのでしょうか。おつまつたえには阿波の歌という48音の基本音を表す歌も登場します。48文字が半分ずつに分けられ、雨の御柱を左回りする男性イザナギのアに続く23プラス1の言葉と、右回りする女性イザナミのワに続く23プラス1の言葉とが掛け合わされています。この阿波の歌は秘技とされ、口伝伝承されてきました。歌うと元気になる、逆に歌うのは危険という意見もあるようですので、気になった方はぜひ調べてみてくださいね。どこが現代科学なの?と思ってしまいますが、この23、左回り、右回りというワードが DNA の二重らせん構造を表しているのではないかというのです。私たちは男女23本ずつの染色体が結びついた46本の染色体を持っています。この構造が発見されたのは1953年のことで、つい最近のことです。それだけではなく、メンデレーエフの元素の周期律表の両端をつないで円図にすると太マニズになるという指摘もあります。現代では当たり前となっていることですが、古代日本でも同じように人体や物質の仕組みが明らかになっていたのでしょうか。その他にもおつまつたえでは、イザナギとイザナミが結婚して若姫、アマテル、ツクヨミ、スサノオが生まれたとされています。アマテルはおつまつたえではオガミとされています。そしてこれらの神はいわゆる神ではなく、古代日本に存在した人間として書かれています。ところが古事記ではイザナギとイザナミとアマテラスの関係は示されず、イザナミの父親古代高見結びである豊受の話も出てきません。先祖の高見結びとの関連も不明です。古事記の神話ではどうもストーリーの辻褄が合わない、歴史のダイジェスト版のような印象を受けるという指摘もあります。キキよりもおつまつたえの方がより詳細に神話が語られているのですね。またおつまつたえにはアマテルが生まれる重要な場所として富士山が登場しますが、キキには全く出てきません。古事記においてはイザナギがイザナミのいる黄泉の国から生還し、黄泉の汚れを洗い流した際、左目を洗った時に化粧したとされています。キキを編纂するにあたって改変されてしまったのか、それとも富士信仰を持つ後世の人々によって改変されたものなのか、謎はつきませんね。しかし中には縄文時代の遺跡に痕跡が残る記述もあります。ヤモヤクダリの巫女の子孫は北上に派遣され、栽培に適した草や木の品種を持ってゆくこと、木草をつととして生活の向上を北上にもたらしました。イザナギ、イザナミの前の時代は栗を主食にしていたという記述があるのですが、実際に縄文時代の遺跡とされている青森の三内丸山遺跡ではとても大きな栗の木が出土しており、集落を囲むように植えられていたとされている栗の木の遺伝子が全て同じ型だったということが分かっています。つまりこの時代の人々が自分で木を植え、食料として材木として育てていたということになります。あれ?日本って縄文時代は狩猟時代で、農耕が始まったのは弥生時代からなんじゃ。それについてはまたの機会に詳しくご紹介したいと思います。いかがでしたか?同時代の押して文字で書かれた文献には、伊勢神宮初代の大鹿島の御事が記した三笠文や
戦術の太間にが発見されてはいるものの、江戸期以前に書かれた押して文字のみの文献や、ほつまつたえの元となったと言われている耳の葉、みそぎの文などの文書がまだ発見されていないこともあり、危機をもとにして創作で書かれたのがほつまつたえなのではという意見も当然あります。危機や万葉集などの分析によると、当時は現代の五母音より多い母音で音が構成されていたと言われています。しかし、ほつまつたえは現代と同じ五母音に対応しているのです。そう考えると、ほつまつたえが偽書であるという説が有力にも思えてきますが、ほつまつたえは古史古典の中でも新書である可能性が高いと支持する声もあります。ほつまは簡略するとほつまとなります。ほつまつたえは、まことの中のまことの言い伝え、つまり正式な歴史書、正史という意味にもなります。危機とほつまつたえ、果たしてどちらがまことの日本の歴史を伝えているのでしょうか。2016年11月には、発見50年を記念した全国フォーラムが滋賀県高島市で開かれるなど、押して文献はまだどこかに眠っていると研究を続ける人も多くいます。今後何か新たな発見があるのかどうか期待したいところですね。